手の話を聞くことだというコツを教わり、相手の話を聞こうとするのその容姿のせいで9割自分が喋ることになってる、全身猫柄タトゥーの男にも笑顔を届けたいチャカマランチュンとネタアトゥン少しでーす。じゃあ早速行っていこうと思います。なんで教えて何するかみんな分かってないよ。トモヤ意外とタイトルとサムネ分かったと思って。していこうやっぱり。ええわ紅茶アイスのアイス全種類マスタルと同じになっちゃうの。ということで我々今仁淀川がね流れるこの道沿いにある高知アイス売店に来ております。高知アイスって言ったらね、今高知ではコンビニとかにも置いてある馴染み深い会社なんじゃないでしょうか。普通のアイスだけじゃなくて、高知の天日塩を使った天日塩アイスだったり、絶対うまい。あとお米を使ってちゃんと米が入ってるアイスなんかもあったりする。すごっ。メイドイン土佐がモットーですので、高知のいろんな食材を使ったアイスを作ってるわけなんですけども、これを全部混ぜたらどんな味になっちゃうのかめちゃくちゃ気になりません？気になりますね。個人的にやろうとしたら金かかるし、結構やるんやね。なかなかやる機会がないからこの機にできて嬉しいですとかね。ああ、ニックネーミングしていい言い方を変えるということで、早速混ぜていこうと思います。ちょっと3回よろしくお願いします。せーの、チャカマラン。よいしょい。あー、エモちゃん。あー、ちよったね。遅い社長の息子さん、はい、山ちゃんでございます。元メンバーのコウスケと、それから僕とお家の方にお邪魔して一緒に鍋続いたりしてるぐらい。すごい家庭までお邪魔して。そうだね、砕け取ったもんね。俺らはこうやって入るよったのに。山ちゃん。今回山ちゃんにちゃんと許可いただいて混ぜさせていただきます。あ、いいんですか本当混ぜて。全然大丈夫です。むしろ僕らもやったことないことなんで、ぜひぜひ。いや、これ本当すごいことなんですよ。視聴者さん、行こう。本日のアイスがありますんで。おい、めちゃめちゃある。これがね、うちの自慢の商品。種類多いですよ。すごい。パッケージがすごい可愛くて、これがね、売り。もちろん味も。ああ、そうですよね。ここら辺の柑橘系全部混ぜるやったら、まあなんとなくわかるけど、そうそう、コーヒーも混ざってくる。そう、あのコーヒー強ないだろうね。はいはい、パンチ強そうやね、コーヒー。全部で何種類くらいあるんですか。はい、全部で25種類。でもそれ全部混ぜちゃいます今日。じゃあ、そうだね。うわお。いや、今回は5種類だけってならんやろ。ならんか。あれは混ぜさせてもちょっと25混ぜて5だけでみたいな。ない。この混ぜていきましょう。はい。おお。まずさ、色から気になる。そうやね。気になる。ちょっと開けてみてよ。じゃあ天秤円からいきます。天秤円がこれね。おお。綺麗な青色。いいじゃん。こんな感じで。おお、いっちゃうじゃん。見た目ラムネ味。そう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 。そうだ。ラムネっぽいですよね。山ちゃんそこだったらめっちゃ背中がね。ああ。ごめんごめん。まずこれね。はい。いいじゃん。スタジオの卵を使った濃厚な感じの。あ、いいじゃん。いいじゃん。あー、混ぜちゃう。え、この2つだったらまだなんか美味しそうな。美味しそう、美味しそう。絶対うまい、この感じ。ちょっと美味しそうだね。ちょっとまだ美味しそうでやめてもらっていい。え、美味しそうやな、ちょっとまだ美味しそうで。想像しそうで。え、じゃあ今後なんか落ちていくみたいな言い方よ。よくないよ。上に持っていこうとしないね。そうか、なんか、そうだね。食うのでもない。まずいの、一回目の、それだね。シャーベット入っちゃう。この種類に入れたらいいですね。あ、なんかでも美味しそうやね、やっぱね。美味しそう。美味しそう。普通にこれ、クリだけで食べたいんやけど。クリちょっとひとしく匂ってみて。あ、いいですか。すごくいい匂い。おお。あー、いい香り。いい香りや。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。めっちゃいいですね。しっかりクリ塗ってほしい。ほら、焦っちゃう。いきます。イエーイ。いったね。これはすごいね。これやばいね。楽しみやね。やばい。ちょっと混ぜる前にそれぞれの味をちょっと食べてみません。うん、混ぜに。うん、いいよいいよ。香りからすごいもんね。いや、香り結構強かったね。あ、うまっ。口に入れた瞬間、自慢作りの香りが。え、うまっ。美味しい。ブータンも美味しいです。これもうちの定番商品やき、ブータン。そうですよね。高知といえばブータン。高知といえばですよ。なんかクリーム、食感も残ってる。マドクリーム。クリーム食感すごい。いきます。なんかそれでいて。順番ある順番ある。めっちゃクリーム。いやいや、クリームは絶対5回分よ。怖い。わ、美味しそうや。すごい美味しそうなんやけど。あ、めっちゃ一生食えるよこれ。うんま。バニラやきね、多分定番の感じです。美味しそう。俺バニラやっぱ好きやな。いや、わかる。いただきます。今日普通のバニラ濃厚や。あ、本当ですね。すごい、本当に。いいからじゃあ。これどんな味かわからんやろ、みんな。不思議な味。いや、分かってない。一番わからないんだけど。
煎茶ちょっと俺食ったことないね。いただきますわ。怖いよね、三日月みたいなね。早く食って深みが楽しみやな。このそれぞれがどんな味になるのか。ちょっと混ぜていくよ。ちょっと混ぜていく。おお、なんかいいね。混ぜていきます。はい。おお、やばいね。おお、結構薄緑。やっぱ抹茶強いね。色強いね。どうどう柑橘強っ。嘘嘘嘘嘘。俺は最初の栗が入ってきて、で最後に分担抜けてった。なるほど。入り栗の分担分担抜けみたいな。えんちゃんの苦味もある。あ、そうそう、苦味もある。やばる。冷えたね、これ全然。あ、おるわ。若干のね。え、見ます？うん、マジで若干のね。探したら言う。探さないで。探さない。探したら俺。アイスじゃそんな感想ある？何だ？何これ？わからん。第2弾はこちらを持ってきました。うわい。可愛いね、やっぱ。ポーチ満載って感じ。おるマジで。美味しいですね。美味しいやろ。このアイスもミルクベースじゃない。一見ね、ちょっとえってなるけど美味しいね。食感が面白い。ザビオカみたいな感じで噛む楽しさもあるみたいな感じです。もちもちしてるね。あっ、上手。あー、すげー。ちゃんと元気入って。すごい贅沢。うわー、すごいよ。これね、食ったことあるけど、うまいんよ、これ命が。美味しい。うまいっすよね。あ、割と一番好きくらい、あの命が好き。あ、いや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 、いきますよ。あ、あ、あ、あいつ首にした方がいい。あ、いいじゃん。あ、美味しい。これだけで食べてよ、普通に。あ、うまそう。うまそう。ちょっと混ぜんどく、やっぱり。あ、はい、わーい。うまそう、やりたい。わー、これ楽しみやな。めっちゃ混ぜていこうと思います。ビスケッツが。ビスケット。おー、まさり、まさり。こんくらいかな。ええやん、ええやん。いいじゃん。いいっすね。あ、ちょっとなんかイチゴっぽいね。イチゴっぽいね。あ、ほんまや。で、多分ビスケットはこう砕けてちょっと粒粒がこの辺に見えますよ。なんかいい香りする、すごい。いい香りする。うん、イチゴ。うわ、いい。うわ、混ざりよ、混ざりよ。やっぱ緑強いな。強いね。強い。一見抹茶味に見えるけど。いや、違うね、ゴロゴロしたのが一応。あ、今、ヤモケ見ったね。ほんま。完成しました。20種類の発売中のアイスたちを混ぜ終えたものがこちらです。これですね。すごい色。ついに色がね。もしかしたら言い方悪いかもしれないですけど、雨の日のドロンコみたいな色。今が悪いね。選んでないね。もっと言うとしたら、人から出るもの。けど匂いもいいし、絶対味もいい。みんなで食べていきましょう。はい。失敗。これね。お待たせしました。全部盛りで。もうちょっと頑張ってしまうかな。もうちょっとね。あ、でもちょっとなんかそれっぽくなっとるよ。なんかこじゃれたバニラアイスね。ほんまやね。ちょっとなんか、うん、色合いもいい。ねえ、いや、いや、あんま思ってないじゃない。思ってない。けど全然変な匂いじゃないよ。なんか美味しそうな匂いするぞ。柑橘系よね、匂いは。やっぱ柑橘の匂いが強いんですね。いきますか。はい、では、いただきます。いただきます。いただきます。怖いな。うん、いや、俺全然いけるぐらいで。結構色の割にやっぱ柑橘強いかもしれない。何これ。いいっすよ。何、え、なんか全然味俺好きやけどね、うん、何味っていうかわからん。いや、ほんとそうです。何味って言われたらわかんないです。これを商品化するときに何味。うん、不思議やじゃん。バニラ系と柑橘がメインかなって感じ。
ですよ、うん、で食感とかそういうのでクッキー風味が出てくるんですよ、うん、すごいな、これ細かいねだからさすがやね、いや見て、誰ももう箸止めてないよ、うん、全然もねうまいやえ、うまいよ、正直、うん、うまい、うまい、何でもいいやん、これは何なのかっていう追求しちゃったらいつの間にか多分なくなる、脳みそがめちゃめちゃなんか答えを探してんだよ、うん、ヤギこう次も行くみたいな、うん、一口目はどっちかというとここ食えば食うほどなんか順応してくるかもしれないけど、うんうんうん、うまってなって柑橘の酸味もあるしコーヒーの甘みもあるし、いやそうコーヒー意外とオールドヤギ、そうね、本当に不思議な味やな、うん、え待ってこれいつ終わる、終わらん、ずっと経験まで大丈夫いやこれ良かった本当に、うん、自分自身もやったことなかったしコーチアイスとしてもこうチャレンジな感じ、まあでやっぱりこうチャガマランの新メンバーヤマトとしてあー5人目やる気やった今晩お祝いあー、行くわ場所と時間もう早速よすごいね、アイス食って夜大食いするね腹壊していけますねということで、チャガマラ2022年はチャンネル登録者10万人に向けて盲信しております、必ずやチャンネル登録、高評価、拡散よろしくお願いします、お願いします、コーチアイスとチャガマラも2022年もよろしくお願いします、お願いします、ということで、本日のチャガマラの動画でした、次回の動画でお会いしましょう、イエーイ、バイバイ、イエーイ、楽しい